酢みたいんやけど。ギリギリくくれるぐらいよりはちょい長、うん。ボン、皆さんこんにちは、ボンタビのカズマとイズです。ということで、ちょっと散髪に行きたいなっていう。なるほどな。その気持ちはちょっと前からあった。そう、カー君ももうなんか前髪がかかりすぎて、いつも実験爆発頭ってコメントで言われてる。美容室をね、めちゃくちゃ探しました。ありがとうございます。で、富山にですね、富山にすごい、なんか私が行きたいなって思ってた感じの美容室と巡り合いまして、うん、こんな山奥にあんの？え、そうやで、めちゃくちゃ山奥やねんけど、うん、なんかあの酒蔵かな、なんか蔵、酒蔵、分からんけど、うん、蔵を改装して美容室をやってるっていう、うん、なるほど、すごいおしゃれじゃない？こんな山奥で。そう、でもその自然の中で、うん、髪を切りたいってずっと思ってたから、うん、もうここを逃したらないんじゃないかと。なるほど。思いまして、もう予約は取ってます。ありがとうございます。で、時間がちょっとギリギリなので、はい、急いで向かっていきたいと思います。了解です。あ、ここや、Pって書いてある。え、どこ？あの奥。え、すごー。Pえ、すごくない？なるほど、めちゃくちゃおしゃれやねんけど。そうだね、あんまりここまでギリギリくくれるぐらいよりはちょい長での方がいいかなと私は思うんです。妄想します。このぐらいで真ん中がちょっと薄いかもしれない。すごい、だいぶ変わった。ほら、だいぶ短くなりましたね。いい感じに。今からはね、ちょっと髪の毛をカラーをお願いしたいと思います。はい、すごい、すごくない？すごい。後ろどんな感じ？後ろなんかあのレイヤースタイルになってる。すごいね、雰囲気変わるな、めっちゃ、うん、はい。で、前回のカットがいつぐらいですか？1ヶ月前ぐらいです、ね。うん、うんうんうん、はい、もう月1なんだ。大体月1回か、まあ、1ヶ月前で。かくやっとスッキリになるな。そうやね。もうさすがにちょっとドライヤーとか使わなあかんと思って。ああ、そうやな。ちょっと癖？多分癖毛は何かしらあるかもしれない。ちょっと。
ここが伸びすぎてる感じがこのここの長さに比べてしてしまうから、はい、アウトラインは切るけどトップはそんなに切らないかもしれない。あ、その方が良さげですか。うん、パーマー、そう、あの、あんまり略してしまうよりは。どうですか？え、めっちゃ変わった。短い印象になっておしゃれにしていただきました。ここにちょっとレイヤーが入ってレイヤーカット、初めてしたけどいいな似合ってますありがとうございます。結構すっきりしたんじゃない？結構すっきりしたと思うねんけどな。うん、いいと思う、うん、逆にいつもじゃない感じやから新しい スタイリッシュになってるやろ。そうですね、そうです、おしゃれやな。見てこの景色、その時もメニューは一応見ていいよね。必要なものを知る、すごい旅に来て。すごい今までにない髪型やな。え、そうやな、うん、ショートにしたことはめちゃくちゃ前にあるんやけど、今日はちょっとおしゃれに、おしゃれショート切ってもらいました、うん、大人っぽくなった。え、嘘、うん、え、いい感じ、うん、おお、いい感じですね。言うたらお姉さん感増した。ほんま、うん、イエーイ。いや、すっごいいい、素敵な、素敵な美容室でしたね。ここまで来て髪の毛を切る価値がすごくあると思う、うん、なんやろうな、なんか日頃都会のな、やっぱ美容室とか行ってるとちょっとガヤガヤした感じがね、うん、自分的には向いてないのかなって思ってたから、うん、すごい、あの、居心地のいい散髪屋さん。いや、ほんまにずっと折れちゃうぐらいな。そうやな。いや、ありがとうございました。もう綺麗にしていただいて見てください、この一気に雪景色になった。すごい、なんか、あの、富山から今岐阜に向かってるんやけど、うん、それの山を越えるすごいな瞬間、すごいな。めちゃくちゃ雪っす。てか、この度初めてちゃう、こんだけの雪見た。こんだけの雪は初めてやな。これは雪の壁や。ありがとうございます。はい、カズマさん、こんなところにやってるのかやってないのかちょっと曖昧なご飯屋さんを発見しました。熊鍋あるぞ。え、食べたい。行ってみましょう。じゃーん、山菜定食です。すごい、これボリュームすごくない？なん、これ全部で1300円やで、うん、ご飯とお味噌汁です。食べてみるわ、山菜。うまっ。入るまで、はい、待ちに待った。おいしい、うん、すごい幻みたい。85年。ああ、吸えることは吸えるんですね。じゃあ、うん、吸えることは吸えるけど賞味期限切れとるんやけど、だんだん値段が上がってっとる上がってるんや。売ったらすごいね。